ゴルフネット TV をご覧の皆さん、こんにちは。プロキャディの井出口慎一郎です。で、今回は僕が8年間ツアーキャディをやってきて学んだものと、でまして僕もまだアマチュアのゴルファーなので、僕がプロから学んだものを自分で実践してみて良かったものを今回この番組で紹介させていただきたいと思いますので、皆さんぜひそれを試していただいて、一打でも少ない数字でゴルフをしていただいて、自信をもっと深めてもらってやってもらいたいと思いますので、ぜひ楽しみにご覧ください。じゃあ今からスタート前の練習について少し説明したいと思います。で、スタート前の練習なんですけれども、自分の思った通りの球筋が出ないことって多々あると思います。それに対してまず僕がアドバイスするとしたら、その出た球のまま直そうとせずラウンドに出てほしいと思います。それがもうその日の傾向、自分の体から生まれるそのショットの傾向になってくるので、今日はちょっと捕まりづらいなとか、逆に今日は捕まるなって言った時には、もうそれをそのまま直そうとせずラウンドに入ってもらいたいと思います。で、それを無理に直すことによって逆にスイングを崩してしまったり、リズムを崩してしまったり、それが逆にまた力みにつながったりっていうことになってくるので、その傾向のままラウンドに出てもらう方がスコアメイクには逆につながってくると思います。で、その代わり例えばその朝思ったような練習ができなかったりとか、逆に言うと交通の状況で練習する時間がなかった人に対しては、クラブをまず2本持っていただいて、まあスタート前に素振りを10回から20回していただいて、通常の右素振り、その反対の左素振りも含めて体をほぐすようなイメージで素振りをしていただくことも逆に効果的かと思います。ストレッチ効果もありますし、星野陸也プロなんかはだいたいストレッチには1時間から1時間半は最低かけてます。で、その後にラウンド終わり、試合終わりにもやっぱり1時間半ぐらいストレッチには時間をしっかり割いてやってます。その理由としてやっぱり怪我の予防っていうのが一つと、やっぱり体を起こすためにはちょっとした運動が必ず必要なんですね。で、運動をすることによって体が目覚めてくる。で、頭の中も整理できますし、試合に対するスイッチも入ってきますし、皆さんぜひゴルフ場に少し早めに入ってストレッチする時間を設けてもらうのもいいかと思います。